彦根ネ病部ヒコ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 病部。右の少女は銀青字に朱の稲妻分。左の女性は馬所分の小袖を着用彦根ネ病部すごろくに狂じる。男女彦根ネ病部は江戸時代初期に描かれた風俗画。資本金字着色、六曲一石、縦9 4 0トル横ン7 1 0トルの中病部画である。 1955年に国宝に指定。国宝指定名称は、資本金自着色風俗図。滋賀県、彦根市所蔵、彦根城博物館保管。金星初期風俗画の代表作の一つで、浮世絵の源流とも言われる。描かれた場面は、金星初期、京都六条柳町の有利である。当時、六条柳町の太夫は同時に、四条河原町で演じられる。 友女歌舞伎の演者でもあった。こうした有利や歌舞伎といった協楽的で華やかな題材にもかかわらず、絵にはどこか冷たく寂しげな雰囲気が漂う。制作年代は、類品との比較や、金字の使い方などから、寛永年間、特に寛永6年前後から11年の間だと推測される。この時代、風紀の取り締まりが厳しくなっていき、絵のような情景は、 急速に失われつつあった。この絵の発注者及び絵師は、かつて自分たちが楽しみ、今なくなりつつある情景を追憶するために、制作されたとも推測できる。画中の形式を観察すると、中国の文人たちの、みやびな遊び、近畿書画を、当西日本の俗なものに置き換えられていることが指摘できる。すなわち、ことは、三味線、木は、すごろく、書は、円文。 画は画中屏風の山水画にそれぞれれぞ見立てられてらいるこうした趣向は、金星絵画では珍しいことではないが、彦根屏風は、その最初期の作例であり、後の浮世絵にも受け継がれている。彦根屏風の名は、彦根藩池に伝わったことによる。しかし、いい池に入ったのはそう古くはなく、幕末の大老、井い,い直助か、その一代前の直昭の時代だったとされる。 直助の代とする説は、明治期に出た話で、この頃いい家は、安政の大国などで世評の低い直助を持ち上げる、談話が多く、額面通り受け取ることはできず、また、大名茶人として、一期一会を説くなど、どちらかというと禁欲的な直助の性格にも、そぐわない。一方、直明は洗練された、美意識を持ち、趣味も広く、刀剣や楽器、農道具、茶道具、 さらに時計や、オルゴールなどを大量に収集していることを考えると、彦根屏風は直秋にこそふさわしい。彦根屏風は長く、めくりの状態で伝来したが、大掛かりな修復をしたおえ、屏風に張り込む寸前で作業を中断して、めくりの状態になったことがわかっており、黒漆し塗りの見え箱に、春景塗りの外箱まで付け厳重に収納されている。こうした点を踏まえると、 屏部を所有していた直明は、これにふさわしい表具をしようとしたが、完成間近で亡くなり、後を継いだ直助は、先代とは肌が合わなかったため表具を完成させることはなく、彦根屏部は、めくりの状態で厳重に封印されたとも考えられる。意気に入る前の伝来は不明だが、江戸中期の浮世絵師、母川沈長は、屏部の刀に持たれる若子と指さす少女を、 原本に忠実に写しており、小引町狩野の毛に、彦根屏風の粉本が伝わっていることから、江戸の裕福な町屋にあった可能性が高い。17世紀中頃にはすでに本案作品が描かれ、江戸時代を通じて、模写や本案がされていることから、古くから名品として知られていたようだ。特に幕末明治に活躍した絵師、湿芸家の柴田ゼ信は、 何度も本作に層を取った絵を描いており、彦根屏風に並々ならぬ関心を持っていたことが伺える。絶心の小屋で死からの聞き書きをもとに、絶心の全員編成を綴った文献によると、彦根屏風を発見したのは絶心だったとも言われている。毎年4月頃に、所蔵先の彦根城博物館で公開され、それ以外の時期は複製を展示している。作者は、 明治中頃まで近世初期風俗画の常で岩佐マタベイとされていた。しかし、マタベとは人物描写や画中の山水画法などが異なり、現在は仮の葉絵師の手になるというのが見方が強い。ただ、仮の葉の誰かまでは特定できず、かの三落や仮の経も、あるいは、かの長信などの説が出ているものの、大勢の支持を得るまでには至っていない。とはいえ、 家中人物の髪や着物の文様に顕著に見られる、フェキシズムなほどの細密描写や、画中画に見られる当時から150年も前に流行した、秋文様式の山水画をほぼ完璧に描きこなしている点などから、この絵師が高い技量を持っていたことは確実である。ありがとうございます。